はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、スキルの修正が急に発表になりました。本日6月の16日、こちらのスキルの修正について、皆さんと一緒にね見ていきたいなと思います。まとめてきたんですけど、6月の16日に発表になりまして、6月の29日から適用ですよと。で、どういうスキルの、変更になるかっていうとですね、あんまり環境に影響はなさそうです。最初から言ってきますけど、一応まずですね、イラッと来るぜっていうスキルですね。このイラッと来るぜというスキル、自分のモンスターが戦闘効果で破壊された次の自分のターンに使用できますよ。自分のフィールド上のランク4以下の水属性のエクシーズモンスターいったら攻撃力をターシュの押しまで500アップさせるよっていうスキルだったんですけど、相手のフィールド上に、攻撃力が2500以上のモンスターが存在する場合、このスキルは条件に関係なく使用できるっていう文言が追加されるみたいです。要するに、強いモンスターがいたらなんか水属性のね、エクシーズモンスター500打点アップできるんで殴り返せますよみたいなことですね。で、まあ、一応ね、コメントのところにちょっと載せといたんだけど、例えば今ねざーっとこの水属性 のエクシーズモンスターを並べてみたんだけど、例えばスパイダーシャークはまあ自身で打点下げる効果持ってますけどね、持ってるけど一応2600打点あるんで、3100になってブルーアイズを殴り返せるとか、のはありますね。あとバハムードシャークもそうですね。これ2600あるんで500アップさせれば、青眼をねぶん殴って青眼を殴り返せるとかあるかもしれないですね。であとは深淵とかは、2200が実質2700になれるんで、例えばハーピーをぶん殴ったりとか、あとなんか楽しそうだなと思ったのはこの海光竜シャークドレイク、これ一応2800なんですけど、戦闘破壊してるとどうのこうのっていうなんか強い効果を持ってるんですよ。こいつの打点を、3300にできるんで、まあ、使うとしたらイラッとくるぜはこいつに使う感じになるかなと俺は個人的に思う。海光竜シャークドレイクの打点を3300にしてぶん殴ってもう一回ぶん殴るみたいなね感じのワンキル方法になるのかなっていう、まあそんな感じですかね。まあ、あとは普通になんかイビルジョメローガイストとかも2600になったりとか、エアロシャークも2400になったりとか、まあ面白いね強化は入ってるんで、あとリバイストラゴンが効果使ってすぐまたスキル使えば3000になるんですよね。これ3000バニラ、レベル3モンスター2体並べると3000が出せるっていう感じになるんで、まあ割と面白そうなスキルかなと思います。まあ、個人的にはまあ海光竜シャークドレイクかな、かっていう感じですかね。あんまり環境に影響はないと思う。で、次の、スキルは、こちらですね、マジシャンガールズ。マジシャンガールズは結構ねいっぱいいるんだけど、自分のフィールド上に存在するマジシャンガール、のモンスターの攻撃力が、その数かける100ポイントアップするっていう現状のスキルだったんですけど、修正後は、かける300アップするよっていう、まあ、100から300に上がるっていうことですね。チョコマジシャンガールの1900はちょっと強そう。コメントとしては上昇幅が大きくなったんで、今まではもう絆の力でええやんみたいな感じだったんですよね。なんかそのそのわざわざマジシャンガールのスキルを使う必要そんなにあるみたいな感じだったんですけど、まあ、一応殴り返される相手ターン中も上がってるんで、まあ、そこは差別化なんですけど、まあ、そこの絆の力と同じ上昇幅だったのが一応かける300になったんで、なんかまあ感覚的には粉砕に近い。昔のマジシャンガールめっちゃ並べたらなんか粉砕してなんかめっちゃ打点上がるみたいな感じなんで、まあ、例えばマジシャンガールを2体並べただけで、両方とも600上がるんで2600みたいなのがあったりとかね。結構面白そうな。あと、もちろん、トゥームブラックマジシャンガールもそうなんだけど。まあ、面白くはなりましたかね。まあ、これだからといって、使う人が増えるかっていうと、そうではないような感じはするけど、まあ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 、まあまあ、悪くはない。上昇幅が大きくしてくれたから、まあ、情報修正なんで、悪くないかなっていう。結構ね、マジシャンガールは、攻撃されたら、なんかその、モンスター特殊召喚するよっていう効果が多いんで、意外と殴り返し結構相手きついかもしれないね。例えばアップルマジシャンガールだったら、今までは相手のモンスター2400超えてれば一応戦闘破壊なんかできてるみたいな感じだったと思うんですけど、こいつ1200が1500とかになったり1800とかになったりするんで、結構ね抜きにくくはなると思う戦闘で。まあ効果破壊はいっぱいあるんで、まあ効果破壊とか効果除去で頑張ってくださいみたいな感じになるのかな。で今回のテーマは痛みだっていう、スキルなんですけど、あまりにも今更感あるけどね、これ。
修正前は相手に戦闘ダメージを与えた場合、さらに相手に550ダメージ、50ポイントの痛み、ダメージっていうのは痛みですね、痛みを与えるっていうのが謎の概念だったんですけども、修正後は、相手に戦闘ダメージを与えた場合、さらに相手に100ポイントの痛みを与えるっていうね、スキルになりましたと。1個言っていいですか、絆の力でよくないですか。50増やしたところでネタ以外で誰も使わないんですよこのスキル。150だったらまだ絆の力よりは強いねって感じになるかもしれないけど、これ100与えるだけだったらさ、だって絆の力でいいじゃん。戦闘ダメージ与えるっていうことは結局絆の力みたいなもんなんでね。だから絆の力で良くないと俺は思う。どうでしょうか皆さん、この謎の修正意味わかりませんね。そして最後にワンハンドスターターですね。ワンハンドスタート修正前は特にデッキの中に縛りあんまりなくて闇属性だけだったんですよ。縛りがかなり、ね、縛りがきつくなりまして、自分のドローフェーズの通常のドローは2枚になるよっていうところは同じなんだけど、スキル、このスキルは下記のカードのみのデッキを使用して設定してデュエルを開始した場合に適用されるということで、インフェルンティーカードと、効果テキストインフェルンティーと記されたカード、まあ要するにインフェルンティーデッキで使えと、お前ら外役で使ってんじゃねえと。すぐですね。これはね、妥当すぎ。あまりにも。もう最初からそうしとけみたいなことはある。ワンハンド外役っていうゴミみたいなさ、デッキが横行していた時代があったわけですよ。まあ今はそんなに強くないんで、闇属性しか入ってないから、あんまり強くないんだけど、まあそれでもね、まあそこそこうざかったんで、あのデッキ。あんまり最近は見なかったんですけど、使ってる人。まあ割とうざかったはうざかったんで、まあこれはまあ、外役っていうのはね、いつの時代も淘汰されるので、まあ、しょうがないかなというふうに、思っております。はい。まあ、スキル修正は、今回は以上ですね。カードのリミットは、まあ、今回の結果を見て、っていう感じで、KCGC のね、結果を見てっていう感じになると思うんですけど、あんまりね、修正する必要もそんなないかなと思いますね。環境結構いい感じの環境で、いろんなデッキが活躍できてる環境なんで、割と、なんかリミットはあえて、なんだろうな、縛りつける必要はないんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんですけど、ね、禁止のねに入ってたり、リミット解除だけしてほしいね。リミット解除だけちょっと最後雑談するけど、ね、リミットレギュレーションの解除、まずね、俺が個人的に思ってる解除 してくれって思ってるのはね、ね、どこだった、これもう良くない、別に大学は良くない、これなんでいつまでこいつリミット1に入ってんの、これ別にいいでしょ。あとね、もう1匹。これも良くない、別に。だけに別に良くない、なんか、これリミット2に入ってる意味ある、機械天使の儀式に2積みしてさ、サイバーエンジェルだけに3積みできたら楽しいと思うんだよね。もう環境デッキもそこそこなんか、立ち向かえるレベルなんじゃねえかなと思うんだけど、今、因果切断とかね、バウンスとかいっぱいあるから、結構きついじゃん、言うて。ダキリの効果は強いけどね、もちろん強いけど、ただこれリミットにまだ入れとく必要あるっていう、これ別にいいでしょ解除しても。あとは結構問題児多いですけどね、あと結構問題児しかおらんみたいな感じだけど、個人的にバーッと見た感じ、ね、ダキリとねダイナはねもうそろそろいいと思うわ。このインフレが進んでる環境で今いつまでリミットにぶち込まれてるんだっていう、そろそろプリズンブレイクしてもらっていいんじゃないかなと思うんで、ぜひね運営さん検討していただきたいと思ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。